こんにちは。日頃からビーグレーンをお使いいただきまして誠にありがとうございます。セラピストのゆうこです。美人塾はビーグレーンをお使いの皆様の美のお役に立ちたいという思いから2016年にスタートした美容講習会です。今年も全国で開催予定していましたが、今は皆様にお集まりいただいて開催するのが難しい状況ですので、動画を通して気軽に見ていただけるようなコンテンツを配信していきたいと思います。今日はおうちで美人塾の第1弾としてかさつく手のお手入れ方法をご紹介します。しっとり艶やかな手を作っていきましょう。マッサージやツボ押しも含まれますので、体調が悪い時や食後は避けて行ってみてください。準備するのはハンドクリームと植物性オイルの2つです。オイルもあると滑りが良くて仕上がりも滑らかでふっくらした手になります。今日はたっぷり保湿したいので私のお気に入りのこちらを使っていきます。こちらはイランイランとゼラニウムの香りのハンドクリームです。それとこちらはローズが香るアルガンオイルです。香りがついているとリラックス効果もあってお手入れが楽しくなります。もし美容オイルをお持ちでない方はオリーブオイルもおすすめです。それではまずクリームを手の甲に取ります。量はオイルも足して大体1センチくらいです。全体になじませていきます。最初に手の甲からマッサージします。指と指の間から手首に向かって親指で優しく3回流します。全部で4箇所流します。そしたら指全体をくるくるマッサージします。人差し指と親指で包み込むように指の付け根から指先へマッサージします。特に関節はより丁寧に保湿していくイメージで行っていきます。指一本一本行いましょう。次に爪の周りをつぼ押しします。心地よい強さで押しましょう。指先には頭や目、自律神経、免疫といったツボがたくさんあります。普段から頭が重い、目が疲れる、肩が凝る、のぼせるといった症状がある方にも爪の周りのつぼ押しはおすすめです。次は手のひらです。この時は脇を締めて行うとやりやすいです。丸まった手のひらを広げていくようなイメージで親指でしっかりほぐしていきます。特にパソコンやスマホをよく使う方は親指の付け根がパンパンになります。しっかりとほぐしていきましょう。最後に手のひらの真ん中にあるツボも刺激します。同じ手順で反対の手も行います。最初にハンドクリーム、そしてオイルものせます。両方合わせてだいたい1センチぐらいで結構です。全体になじませていきます。今度はちょっとおさらいを兼ねてスピードアップして行います。最初に手の甲です。指の間から手首に向かって優しく3回流します。
全部で4箇所行っていきます。次に指全体をくるくるほぐしていきます。人差し指と親指で包み込むように行います。特に関節の周りは丁寧に保湿していくようなイメージで行っていきます。マッサージは以上となります。毎回このように時間をとってケアするのは難しいかもしれませんが、特にスキンケアの前なんかは手がガサガサした状態でお肌に触れてしまいますと肌を傷つけてしまいますので、しっかり保湿した状態でスキンケアをしていきましょう。また次回の配信もお楽しみに。